敵はエルフのドラグナーだぞ。とにかく行ける者は全員正門に回せ。うまく敵兵が食いついてくれたみたいね。これでこの辺りが手薄になるわ。作戦開始はぴったり時間通り、あの子らしいわね。それじゃあこちらも始めましょう。目標はこの階、研究室の奥にある小部屋に監禁されているはずよ。発見したら直ちに助け出すこと。はっ。あなたたちも無事に戻るのよ。では散開して行動開始。目的の部屋は。待て、そこの女。すんなりとは。貴様何者だ。囚われの姫。まあいいわ。アストリア。言っておくけど、準備して。これでどう？これでどう？くらえ！だ！せ！だ！ここね。情報によると彼はここに監禁され。
それは、なんてひどいこと。今助けてあげるわ。あなたが、そう、私はアストリアの騎士。え、急いで逃げて。あなたは、そんなわけない。だったら、さあ、いたぞ、アストリ。ソニア様、みんな。いえ、我々はここで敵を食い止めます。お二人は、え、ちょっと待って。それ、ご心配なく。我々は、わかったわ。あの、大丈夫、上の方からも。そっ、外に出るってこと？そうよ、壁が崩れてる。奴らは上だ、逃がすなよ。でも、もちろん、二人きり。あの子さえ来て、そろそろ時間ですね。ではこちらも始め。止まれ、ベルラント。黙って、ふざ、戦う。あなたに逃しません。やりましたね。えい、
ニアはまだで、これはやはりだとすれば、ユーマ、ユーマよ。いたぞ、アストリアの騎士だ。ちょっとあなた、大丈夫？どうしたの？心ここにあらずって感じだったけど。なんでもないよ。うん、それまで。わかったよ。サンはいらないわ。ソニアって呼んで。うん、あれ？今のはユーマ危ない。ユーマよ、本当にこのままで良いのか。あの少女が戦っているのをお前はただ何が言いたいんだ。ただの足手まとい、戦いの傍観者。お前と変わらぬ都市格好の少女がお前を守るために武器を取り戦って、ユーマよ、それを心苦しくは思わぬのか。それはもちろん思うさ。まさか我が力を解放しろとは言わぬ。だけど、だが今は力が欲しいのだ。わかったよ、コリア。悔し、我が名は竜の魂を継ぐ者、ユーマ。これこそが我が体にして心。今回だけだ。この剣を抜くのは今回限りだよ。ユーマ、ソニア、ユーマ。あれ、誰かが。イブク、イニシエよりイブク、すごなる魂。俺はこの歌に包まれ、誰清らに帰らん。ドラゴン、イニシエより。これはご苦労であった。
それがトリシューラ、帝国の竜騎士姫、皇女エクセラ。いかにもそうよね。でもお前のようなねえユーマいいわね。トリシュあそこによかった。闇を光で満たしてく、この歌は、はっ私の矢を止めましたか。もう遅いじゃないの、キリカ。ウェルラントのドラグナーにして竜と心を通わせる歌を受け継ぐディーバ・マギカ。キリカ、間に合ってよかったわ。でしょうね。相手がこの子はあれ、どうかなさいました。いや、なんほう、落ちその力。オリジナルの歌巫女、どれほどの力を持っている。それなら期待通りの力であなたを打ち負かしてみせましょう。ほう、面白いキリカ、おっとどうした、足が。我が力を前に倒された。トリシューラがか。何がおかしい。トリシューラの力はこの程度のもの。さあ、やってくれたな。ドラゴンが立ち上がる。これは、あ、その通り。だったら、我が三本槍は。やれ。しかし、皇女殿下。うむ。は。おとなしくか。だが、あの少女たちはどうだ。どういうこと。ここの者たちにとって、お前を捕らえた後、ドラグマキナ
方法はある。お前もそれは分かっているはずだぞ。ドラゴンの力を使えって言うのか。嫌だと言うのなら我は一向に構わ。言うな。それでなんだこれは。あのドラゴンを逃がすな。おい、命令ならば。だが危険が伴う。なんだと。あれは交流ラグナロクの時我らと戦った宿敵にございます。手を出すに相当な覚悟がいるな。あれが交流ユグドラシルの中でならばよい。今の命令は忘れ。しかしアルフヘイムに赴いて早々。さて、大陸から離れた洋上に位置し、古くは神の住まう大地と呼ばれた島アルフヘイム。かつてこの島に住むハイエルフ族は様々なルーンソングを通じてドラゴンたちと交流を深め平和な時間を過ごしていた。だがその平和は神によって終止符を打たれる。ドラゴンたちをも超える力を持った神が世界を作り変えようとしたためであった。ドラゴンたちとそれを支援するハイエルフ族、逆に神とそれを信奉するハイエルフ族が争い、世界中を巻き込む戦いとなっていった。数百年にわたる戦いの末にドラゴンたちが勝利し神を封じたが、その戦いによってほとんど全てのドラゴンが力を使い果たして滅び去った。またドラゴンと共に戦ったハイエルフ族たちも焦土と化したアルフヘイムの地を去り大陸へと移り住むことになった。今から1000年前に終結したこの戦いはラグナロクと呼ばれている。それから長い長い時が流れ、豊かな自然を取り戻したアルフヘイムに人間たちが渡ってきた。彼ら入植者の手でアストリア王国が建国され、アルフヘイム全土を治めることになった。だがアルフヘイムは再びの戦火に包まれた。10年近く前、大陸最大の国家
ロンバルディア帝国が突如としてアルフヘイム侵攻を開始したのだ。アストリアは果敢な抵抗を試みたが、圧倒的な戦力を誇る帝国軍の前に劣勢を強いられ、アルフヘイムの7割が占拠されてしまった。アストリアは帝国と同じ大陸にあるエルフの国ウェルラントの支援を受け、どうにか帝国軍との戦線を維持している状況であった。アストリア側の切り札は、遥かな昔にドラゴンから送られたアルモニクスを奏でて操るドラグナーと呼ばれる戦士たちである。この世に7つあるアルモニクスを自らの体から生み出し、その恩恵を人々に与えたドラゴン、それこそがユーマに宿った光竜だった。光竜がアストリアに向かって飛び立ったこの時から、物語は大きく動き始めていく。王女殿下直々のご視察とは？視察ではないと。我が帝国がにもかかわらず、もはやこれ以上、これより、元よりお詫びの申し上げよ。詫びなどは必要に、指揮を引き継ぐにあたり一光竜を宿したし、その中には一通として光竜のこと報告に値しなかった。報告に値せぬ気候は、その交流が発揮。それに関しては、ええ、わかりましたよ。それ以来何年も。ただ高純度の竜エネルギーのほ、このように全く確実性、なるほど。それにしても交流か、伝説の交流ね。ゼスト、分かっているであろうな。相変わらずくし。なあ公女さん、教えてくれよ。あんたの連れてきたドラグマキナと我が三本槍と光竜か、どちらが強いかはまだ分からん。だがドラグマキナたちは光竜には慎重に対処すべき。そうかい。ゼスト、なんという口を聞くのだ。なんでだよ、俺は思った通りのことを言っただけ。ゼスト！はいはい、わかったよ。ブサ。ゲオルフ、あの者も。はい。ゼストと申しまして。ただ。なる。まあいい。は、承知。ここに控えておりますわ。お月の者の一人もな。皇女殿下、忍びの技を持つ。承知いたしました。ではついてこい。わかっています。うん。おとなしくして。そ
そうだ、それじゃあ、そうだった、あれ、でも気が疲れましたね、光竜様。ここは、ここはアストリア王国の首都、回廊都市マルガです。そうなんだ。キリカトワアルマ、ウェルランタよりわかった、よろしくキリカ。そういえば、はい、ドラゴンの心とその存在を感じ取り、彼らの意志を世の人々、遥かな昔、タクチドラゴンが滅びた今、ディーバマギカとなる者は、ただ、その世界のどこかで眠りについていると。僕が光竜ね。こうして好意を向けてくれるんなら。おはよう、キリ。目を覚ましてあれが。あら、あらあら、そうだった、姫様も下でお待ちよ。姫様、下へ参りました。おはよう。どうしたの、ポカンとしちゃって。いや、姫、あらあら、じゃあやっぱり、そんなに。改めましてご挨拶。それもうな、ごめん、こんなところで悪かったわね、うちはそんなに。ドラグナーってキリカや、あの、私は違うの、いつかドラグナーになれるように修練を積んでる最ところでね、ユーマ、ソニア、とにかく光竜様を。そうね、王様に会うなんて少し、分かった。私がアストリア国。そう固くなる。ではユーマ、理由察しておったか。だが全てはそなたの気。その上でお願いし、我が国は10年近くの間、首都であるこのか、それに帝国軍に戦。それはゲイルリッツ監獄では。ならばぜひ力を。僕も光竜の力。悪いものでは。もうはっきり答えてよ。そんなことじゃ。ソニア。申し訳ございません。それにユーマも。いや、そうだな、助け出されてすぐこのような。この件は後で、しばらくはこの町。はい。